ナマンダブツ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 。逆の字は陰にの時に売るを逆という。徳は快の時に至りて売ることを徳というなり。名の字は陰にの時の名を名という。業の字は快の時の名を業という。自然というは字は自ずからという。行者の計らいにあらず、しからしむという言葉なり。念というは叱らしむという言葉。行者の計らいにあらず、如来の誓いにてあるがゆえに、法にというは、この如来の御誓いなるがゆえに、しからしむるを法にという。法には、この御誓いなりけるゆえに、すべて行者の計らいなきをもって、この法の徳の、この法の徳のゆえに、しからしむというなり。すべて人の初めて計らわざるなり。このゆえに、他力には義なきを義とすと知るべしとなり、自然というはもとよりしからしむという言葉なり。弥陀仏の御誓いのもとより行者の計らいにあらずして、南無阿弥陀と頼ませたまいて、迎えんと計らわせたまいたるによりて、行者のよからんともあしからんとも思わぬを、次年とは申すぞと聞きて候。誓いのようは無成仏にならしめんと誓いたまえるなり。無成仏と申すは形もましなく増します。形の増しまさぬゆえに次年とは申すなり。形増しますと示す時には無上涅槃とは申さず、形も増しまさぬようを知らせんとて、初めて弥陀仏とぞ聞き習いて候。弥陀仏は次年のようを知らせん了なり。この道理を心得つる後には、この次年のことは常に沙汰すべきにはあらざるなり。常に次年を沙汰せば、義なきを義とすということはなお義のあるになるべし。これは仏知の不思議にてあるなりと。ナマンダブツ。今日から少しずつ具体的に次年法二のご保護について学んでいくことにいたします。この今から拝読していく5本はですね、唯心抄門院講読といいまして、安藤浩二和尚という方が庵野の副講を務めになりました時に、こう記されました、表されました、講本ですね。庵野の講本で、あります。で、この安藤和尚の、研究業績とかを拝見してますと、この「シム」という浄土宗に関わる研究と並んで、この次年法二に関わる、次年法二の方語に関わるこの論文をたくさん書いておいでになりまして、まあ言うたら代表的な業績ということになろうかと思います。で、その代表的な業績をですね、このような形でこれから学んでいくような形で、この次年法に、失礼、唯心抄門院講読という5本の、研究編みたいなところで、こう書かれ、かなりの詩数を使って書いてくださっていますので、この和尚の代表的な業績を通して、親鸞聖人の逆徳名号次年法二との方語について、学ばして、いただく、どこまで 和尚のね、深いおぼし召しをどこまで理解してお話しできるかということになると、心もとないのですけれども、少しずつでも学ばしていただけたらと思います。 失礼。で、まず、使用するテキストということで、ございます。逆徳名号、逆徳名号というところが、これまず 後から、一つの問題になってくるんですけど、だから和尚ご自身のお言葉やったら、こう読ませていただきますと、「次年法二法語については」ということで、ここで逆徳名号という言葉はここに出てきません。和尚はそれは、お考えがあって逆徳名号という言葉をお使いになってないということなんですが、和尚の、ご本読んでいきますと、次年法二法語については、
末刀章第五通真宗法要本、そして肖像末和三末尾に付されたもの、それから高田派専修寺像の高田派見地上人の御真筆の、3本がありますよと。まずどの史テキストを使用していくのかっていう問題で、その中でですね、和上は この3つのうち見地上人書写本を元に、こう使用するテキスト、何を思い用いるかと言いますと、見地上人書写本を用いると。で、検討に先立ち、左にその見地上人書写本の全文を掲げると。ただし、聞いてはるだけは多分関係ないと思いますけども、本当は漢字かなまじり文だけども、ここで言うかなえのはもちろんカタカナですね。で、それを便宜上ひらがなも、まじりの文に改めているいうことやけど、これは聞いて、それはそれほど、ね、もともとテキストとしては、もともとのオリジナルは漢字、カタカナ文であることは、これ皆さんご承知の通りやと思いますが、注釈版とかでもこれひらがなになってるんで、そんな形になっていますよと。この5本でもその形になってますよと。で、この見地上人書写本を取り上げるのは、成立期などの書史学的な問題はさておき、文言の出入り等を検討した結果、最も論理的に整った体裁を持つと考えたからであって、特にこの資料に、こだわるものではないと。今は、法語の内容に対して検討を行うことを目的とするため、書史的な判断というよりも、内容からの判断である。次年法に法語自体は、見地上人書写本の末尾に、正巻二歳土の絵馬、12月日、12月日、前方母を、僧図、前方母僧図、音母を三条富の高氏の、三条富の高氏の音母にて、商人に相参らせての聞き書きですよと。聞き書き。その時、見地、これを書くなりとあるように、聞き書きに類するものであり、その意味においては他の資料を援用することも許容されるものと考えていると。聞き書きやから他の資料も援用していきますよということですね。で、そしてですね、逆徳明王次年法にというタイトルがあって、ということで、ここからテキストを読んでいくわけですけども、実は御三代で拝読してます。で、御三代で拝読しなかったのは、逆徳明王次年法にというタイトルだけであります。そしてですね、あと逆の字は言って、これ全部読んでっていいかな。一応一回御三代で拝読したので、あらまし読んでいきますと、逆徳明号という4つの漢字については、一つ一つ釈がなされています。これ天から書かれていますね。天から分かります。天から、一番頭から書いてあるということです。行頭から書かれているということですね。で、そして次、逆徳明号終わって、今度、次年というはと、逆徳明号から次年というはまでが、ここがやっぱり天から書かれています。せやけど、そこからあと、次年というは、で、あと、次というはおのず、次はおのずからという行者の計らいにあらず、しからしむという言葉なり、年というはって、こうやって、次年という言葉の解釈になっていくんですけど、6時下げぐらいかな。6時下げぐらいですね。で、そして、法にというは、次年についての解釈を終わって、今度、法にということのご解釈についても、これずっと6時下げになっ
ておりまして、ずっと六字作が続いていって、そして次年というはもとより叱らしむるという言葉なり、ここまで六字作であります。で、そして弥陀仏の御誓いのっていうところから、また天から本国をさ、本国じゃない、ごめんなさい、天から書かれてまして すいません、ごめんなさい、天から書かれてまして、で、あと「無下縁」とか「次年」とかいうのも、これ一字下げにはなってるんだけど、これはそれほど気にしなくていいのかな。そしてあと、まあまあ基本的には天から書かれていまして、そしてこれは仏知の不思議にてあるなりという形で結ばれておりますと。で、そんな形でですね、次年というのと法二というところとに関わる解釈のところだけは6時に下げやから、随分下がってますよねっていうことやから、6時も下げるとはだいぶ下がってますよねっていうことやから、ここと大変注意すべきところでありましょう。続きまして、この「逆徳無用語次年法に」っていうタイトルの、この賢治さんが聞き書きという形で書かれたものを考えた時に、これを7つの方、7つに分けられるやろうと、段落分けできるでしょうと。で、第1段落から第7段落に分かれるわけだけれども、それをこう A から G までのですね、アルファベットを用いて7つの段落をにしてくださっています。で、A の第1段落は、これは逆の字はという字かところから、呉の字は解の時の名を呉というというね、ここまでが第1段落です。まあ、読んでみましょうか。第1段落 A の段落は、逆の字は陰にの時うるを逆という、徳の字は解の時に至りてうることを徳というなり、妙の字は陰にの時の名を妙という、呉の字は解の時の名を呉というと。で、ここまでが第1段落です。で、そして第2段落、これまあ冒頭だけ、のっけだけは行こう天から書かれてるけれどもっていうところですね。B の段落、第2段落です。次年というは、字はおのずからという、行者の計らいにあらず、しからしむということ。ばなりというね、ここから6時下げになってますね。念というは、しからしむということば、行者の計らいにあらず、如来の誓いにてあるがゆえにと。ここが B の第2段落。そして第3段落、C の段落もこれ、6時下げ、全体がこれは6時下げになっています。法二というは、この如来の御誓いなるがゆえに、しからしむを法二という。法二は、この御誓いなるけるがゆえに、すべて行者の計らいなきをもって、この法の徳のゆえにしからしむというなり。で、続きましてでですね、これが法二というわっていうところは、これ第3段落、そして第4段落もこれまた6時下げになっております。 D の段落とされているところですね、とされています。すべて人の初めて計らわざるなり、このゆえに他力には義なきを義とすと知るべしとなり、次年というはもとよりしからしむという言葉なりと。そしてですね、この E の段落、ここからまた天から書かれております。弥陀仏の御誓いのもとより、行者の計らいにあらずして、名は弥陀仏と頼ませたまいて、無下縁と計らわせたまいたるによりて、行者のよからんともあしからんとも思わぬを、次年とは申すぞと聞きて候をと。で、南無阿弥陀仏言うて呼んでしまいましたけど、ついついね いつも南無阿弥陀仏言うて言うてるんで、ね、南無阿弥陀仏言うて言うてしまいましたけど、間違いです。ここも大きな問題なんで、南無阿弥陀と頼ませたまいて、南無阿弥陀と頼ませたまいていうことやから、これは仏言う字がございません。南無阿弥陀と頼ませたまいてやけど、慣れてないんで、この南無阿弥陀という表現が慣れていませんので、仏、勝手に入れてしまったんやけど、仏ございません。ここ大事なとこです。
そして第6段落、ここも点からです。ここ F も G もここからあと2つは点から書かれていまして、第6段落 F は誓いのようは無成仏にならしめんと誓いたまえるなり。無成仏と申すは形もなく増します。形の増しまさぬゆえに、次年とは申すなり、形増しますと示すときには、無上涅槃とは申さず、形も増しまさぬようを知らせんとて、初めて弥陀仏とぞ聞き習いて候。弥陀仏は次年のようを知らせん量なり。ということで、ここでもね、無成仏という言い方、あるいは弥陀仏という表現の仕方、これがですね、あんまり、この E の段落の頭の、弥陀仏の御誓いのと言われたりから、この F の段落、第6段落の初めて弥陀仏とぞ聞き習いて候。から弥陀仏は次年の世を知らせん量なり、この弥陀仏、こっちのこの弥陀仏は次年の世を知らせん量なりの、ここだけひらがなじゃない、本来はカタカナか。ミーユージとタダーユージ、これは弥陀仏になってるやろね。カタカナでなって本来はなってると思いますが、漢字にせよ、ひらがな、カタカナにせよ、弥陀仏という言い方もあんまりされてないと、親鸞聖人は用いておいでならんと思いますんで、従いまして、南無阿弥陀仏がなくて南無阿弥陀いうような表現、そして無成仏という表現、から、弥陀仏という表現というのは、これ確かにあんまり、見えていませんね。これ問題点になりましょう。そして最後の段落、第7段落ですが、この道理を心得つる後には、この次年のことは常に沙汰すべきにはあらざるなり、常に次年を沙汰せば義なきを義とすということは、なお義のあるになるべし、これは仏智の不思議にてあるなり、これを G の段落というふうに、魔女はこんなふうに段落分けされています。この段落分け自体は非常にリーズナブルなもん、もっともなもんやなと思います。続きまして、この方の、次年法二の方の問題点言ってね、ということで、これ5つの問題点があるのではないかというふうに、おっしゃっています。こう読んでいきます。次年法二法五を解釈する上で主に問題となる点は次の5点では5つ、5点ではないかと思われる。以下本法五を解釈するにあたってこれらの問題を念頭に置きながら解釈を進めていきたい。1番、見地諸舎本並びに肖像末は三末尾に伏せられた法五に存在する逆徳名号の解釈が、末端正本においては存在しない。末端正本やったら、逆徳名号に関わる解釈みたいなものはありまへんでと。で、加えてこの部分の内容が、後続の、後に続く内容との関連性が薄く感じられますよと。だから、見地さんの聞き書きであっても、あるいは、末端正において、でもです、あ、失礼、肖像末は三末尾の次年法二の法語に、について考えてみても、つまり逆徳名号の文言が尺があるところについて考えてみても、どうも後に続く文章との関わりが薄く感じられるし、薄く感じられるばかりでなくて、末端正の方やったら逆徳名号というところ、この部分 A の段落おまへんねえと。ありませんねと。あっても関連が低く感じられるし、関連性が低く感じられるし、ないテキストもありますねというのが第1個目です。で、2番目です。次年括弧法に括弧閉じるの語義解釈の部分の、2行目以降が天行頭から、およそ6時下がった体裁を取り、
弥陀仏以降を再び天から表記を取ること言うてね、非常に6字も下がってるわけですよ。ここばっかりね、次年ということと法にということに対する解釈のところだけがなぜか6字も下がってる、とてつもなく下がってるんだけど、これどういう意味なんでしょうねということですね。そして3番、宗祖の著述では得意といえる無常仏、弥陀仏、南無阿弥陀といった用語が見られること。 ね、まあ言うたら今検索かけたら一発で出てきましたね。 無常仏、弥陀仏、南無阿弥陀といった用語で、まあ宗祖の著作ではあんまり一番まあ得意ですよね、用例として得意ですよねっていうことですね。で、そして4番、弥陀仏は次年の世を知らせん量なりという一文について、量を手段方法とする従来の解釈に従うなり、なら宗祖の著述の中では特異な内容になることということやから、両有事についてちょっと親鸞聖人の普通の他のところと考えていったら、宗祖の量という字の用例とこことは随分違いまんなということですね。量という字について、親鸞聖人が常に用いておいでになる用例、使い方とはちょっと違いますよねっていうことは4番目です。で、5番目です。常に次念を悟せば義なきを義とすということは、なお義のあるになるべしという内容が宗祖の著述の中には他に見られないことということですね。で、この形で確かに、またね、これどういう意味なんかなってね、この5番目の常に次念を悟せば義なきを義とすということは、なお義のあるになるべしということは、これどういう意味のことなんか、これどういうことなんでしょうね、これ確かに分かりにくいですよね、これ何をおっしゃりたいんでしょうねということです。で、宗祖の著述の中に他に見られないということで、随分と用例から考えてみたって、言葉の使い方からしてみても、こう随分と特徴的というか特異といいますか、他に見られないというようなことが随分とありまんなということです。ありまんなって言ってもいいから、どうもやっぱ関西弁、もともと関西の人間じゃないので、関西、そういう関西弁の使い方よく分かってないんですけど、で、そんな風にして、やっぱり人間の使い、言葉の使い方というのはやっぱりどうしても出てくるもんなんで、で、宗祖が他では使っておいでにならない表現や使い、出てくるのはこれどうしてなんでしょうねっていうことは、これやっぱり大変、疑問に思われるところでありますね。で、この5つの観点はこれ確かに非常に大きな、なんていうかな、こう次年法、逆、次年法二の方法を考えるときに、この5つの点は非常に重要な、視点であると思いますんで、考えていく上でとても大切なことやと思いますんで、もう一回、復習していきますと、3本あるテキストの中で逆徳名号っていうことが、2つには見られるけれども、そやけど1つ末刀小本ではないし、そして、賢治さんの聞き書きにおいても、正蔵松和さんの末尾の方号においても、逆徳名号の釈は見られるんだけど、これ後のものと後の文章とどうつながっていくんでしょうねっていうのは1点です。それから、次年または法2の語義の解釈のとこだけどうしてそんな6字も極端に下がってるんでしょうねっていうことですね。そして3番目ですね、宗祖の著述では特異とも言える無常仏、弥陀仏、南無阿弥陀。南無阿弥陀、南無阿弥陀仏と言うてね。私たちはそういうので、ちょっと慣れてるところありますが、しかし私たちが勝手に慣れてるだけで、宗祖の、お言葉の用い方としては、南無阿弥陀で終わってるっていうことはこれはないですよね。あと、無常仏も弥陀仏も、同じことが言えますよね。つまり、単語の使い方がちょっと違いますよね。次4番、弥陀仏は次年の世を知らせん量なりという、この量いう字が、
他の宗祖の持ち、領ということについて、宗祖の他のお商業で用いられている領有地と、こうちょっと違ってるんじゃないですかねということで、宗祖の著述の中では特異な内容を持つ、それが弥陀仏は次年の世を知らせん領なりということで、この領有地に関わる見当もこれ重要なところですね。そして、常に次年を悟せば義なきを義とすということはなお義のあるになるべしということが、これは宗祖の著述の中では他に見られない、これも非常に得意なもんやし、これどういう意味でどういう思いでこの言葉があるのか用いておられるのかということが非常に、なんていうかな 難しいところなんで、これをやっぱり、和尚さんにのご指南を仰いでこれから学んでいきたいということです。今日はこれぐらいにしておきます。